奇跡の旅にサンフランシスコの大冒険は1996年3月8日にアメリカ合衆国にて公開された映画。1993年に劇場公開された奇跡の旅の続編である。日本では劇場未公開。ワウワウでは奇跡の旅にエアポート大脱出のタイトルで放送されることもある。1997年2月21日にブエナ。 ビスタホームエンターテイメントより日本語吹き替えと日本語字幕付き VHS が同時発売された後2003年8月8日にブエナビスタホームエンターテイメントより DVD で発売されているこちらも1と同じように再売り版と限定生産版があるブルドックのチャンスはシーバー一家との旅行の途中にはぐれ後を追った老犬シャドウと猫の差しーとともに サンフランシスコの街をさまようが、大都会の広さに戸惑うばかりで、街の犬は人間を信用しない。やがてチャンスは、野良犬のディライラと恋に落ちて、街をデートするが、犬を研究所に売りさばくペットハンターに捕まってしまう。仲間たちと共に、ハンター二人を撃退するも一難去って、野良犬たちに絡まれ、どうにか家族と出会えた三匹だが、チャンスは元気がない。 そこへディライラが現れる。その他の日本語吹き替え、山形香織、稲葉実る、渡辺美佐、梅津秀行、石井隆、尾、ユサ浩二、ジ、宝器活樹、柳田清伊藤英治、相沢正樹、佐田岡さゆり、菊池泉、笠原清美、菊池優美、松浦康介。ありがとうございます。